きましょう。こんにちは。こんにちは。はい、今日から始まる、はい、穴吹きビューティーカレッジ口コミチャンネル。はい、今日が第1回目ということで。そうですね。はい、私まずは自己紹介ですね。はい、私教務部のエステの講師をしております今岡と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、はい、入学相談課の岡本一香と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、それでは、今回ですね、この YouTube の番組をですね作りました理由といたしましては、ぜひこの穴吹ビューティーカレッジのですね、ことを皆さんによく知っていただきたい、もうその思いでですね、こちらの番組設定いたしました。よろしくお願いします。あそこに学生が作成したネイルの作品があるんですけど、ちょっとご紹介お願いします。はい、こちらなんとリボンが可愛らしい。すごいすごい綺麗ですよね。これだけじゃないんですよ。はい、こういった、お見えますかね。おはい、見えてます。はい、うん、こういったものも学生が実際作ってるんですよ。そうなんですよ、すごいです。うん、なんと私たちの学校ではですね、ネイルの一級、もうプロのあの方でも難しいと言われている、はい、ネイル技能検定1級がですね取れるという、はい、すごいですよね。はい、ということで私たちの学校ではですね、まあ、3つの学科がございまして、まず1つ目、もう今年も大人気です。大人気ですね。はい、美容学科。美容学科です。こちらの美容学科では将来美容師さんとか、うん、松江区ですね。はい、ギャンギャン。あとはメイクアップアーティストですね。はい、そんな幅広い仕事に就ける学科となっております。そして国家資格、昨年度合格率は 100% です。 100% でした。日本トップの実績がですね、実は出たんですね。すごいですね。さすがです。はい、じゃあ続いて2つ目、ビューティーコーディネーター学科。はあ、素晴らしい。はい、先ほどネイルの作品もですね、見させて、はい、こちらですね、このようなネイルを学んだり、あとは美容部員、ね、すごく人気ですよ ね、うん、そのようなお仕事に就ける学科となっております。はい、続いて3つ目、トータルエステティック学科です。これって日本語先生の、はい、あれ？そうなんです。はい、私エステティック学科の講師をしております。先生、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日早速ですね、こんなゴロゴロを持ってきてみました。はい、ゴロゴロ、小顔小顔、うん、はい、まあ、このようなですね、まあ、もっとプロの機械を使って、人を癒しながら美と健康をご提供する学科となっております。はい、このように日々ですね、学生が一生懸命技術や知識を学んでおりまして、つい昨日なんですけれども、学内技術大会という、はい、ことを、はい、させていただきまして、表彰式をいたしました。はい、ちょこっと動画も作ってみましたので、はい、流していただいてもよろしいでしょうか。はい、じゃあ見てみましょう。はい。はい、まあ、そうなんです。このようにね、上位入賞した人はですね、トロフィーとかもらえるんですね。はい、これが第27回目となりました。歴史残るものです ね、まあ、美容学科の学生たちがですね、一生懸命、はい、技術しております。うん、はい、こちらはエステです ね、はい、1年生です。ワインディングもしたりして、すごいね、毎日みんな一生懸命技術練習に励みました。うん、真剣な目ですね。そうですよね、すごい、もう、やっぱり学生が一生懸命頑張る姿っていうのをキラキラ輝いてます。うん、昨日の表彰式もすごかったですね。すごかったですよね。うん、ね、歓声もあり、はい、もうすごい感動しました。
はい、私もちょっと見させていただいたんですけど、はい、私がもううるうるしてあって涙出ちゃいました。涙、私も見てるだけだったんですけど本当に涙出ちゃうぐらいもう、はい、もうすごいみんな頑張ってたんだなって、しし、ね、本当にもう感じました。はい、ありがとうございます。やっぱりね、まずはやっぱあれですよね、人をきれいにするお仕事ですけれども、うん、やっぱり自分とこう磨きながら、自分を磨きながら、うん、はい、もうやっぱりまずは技術磨きにみんな頑張ったんじゃないかなと思います。うん、うん、何度も何度もね、同じことをこう反復練習ずっとしていくんですけど、うん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 、よくここまでね、一生懸命頑張ったなと、はい、感動しています。だって1年生だってそうなんですよ。コロナがあっての、ええ、ね、はい、6ヶ月実習できたんですかね。そうですね、オンライン授業が約2ヶ月間ほどあって、うん、そうですね、約2ヶ月半ぐらいですかね、うん、うん、の技術、あの技術練習でここまで、うん、はい、成長しております。すごいですね、うん、これやっぱり先生もですけど、やっぱり一番学生が、ね、はい、放課後も残って朝も練習しても、うん、素晴らしいですね、もう、ね、もうそして何より、うんうん、穴吹ビューティーカレッジ生はですね、はい、休まないんです。あら、あららら、本当にあのすごい解禁率でですね、うんうん、はい、みんな頑張ってくれています。すごいですね、すごいです。休まない、休まない、学校に休まない、休まないです。すごいですね、はい、もう先ほども、うん、あのちょっと8月のですね、解禁率出してみたんですけれども、うん、もうどのクラスも解禁 100% でした。素晴らしい、素晴らしい。それやっぱ学校が楽しいからですよね。あ、もうありがとうございます。じゃないとね。そうですよね、うん、うん、ありがたいです。いや、なんか、はい、でも投稿からすごいずっとみんな笑顔ですよね。ね、元気ですよね。元気、もう挨拶もすぐ帰ってきて明るいし、うん、ね、本当に気がつけばね、うん、朝早く来てね、うん、すごいもう実習服着替えて練習に励んでっていう姿もね、いっぱい見ましたね。うん、ね、もう先生は朝が早いですからね、もうすごい怖い。そうですね、はい、もうこのようにもう真剣に頑張ってる姿がね、すごい見てて幸せですね。うん、はい、もう見ても見足りないぐらいです、ね、ちょっと写真を作りましたが画面戻してみますか。戻しましょうか。はい、はい、ありがとうございます。はい、このように、学内技術コンテストを、ね、したり、してですね、あのホームページにも結果をこうアップさせていただいているので、はい、また見てみてください。ご覧ください。はい、このようにですね、私たちの穴吹ビューティーカレッジは本当に毎日イベントがいっぱいございまして、これをぜひもう皆さんに知っていただきたい。そうですね、ね、ということで次回は、お、次回は、はい、来週の、はい、木曜日に、はい、17時から、はい、生放送をまた行います。はい、決定いたしました。ぜひぜひ皆さんご覧ください。はい、17時からですね。17時ですね。はい、はい、5時からですね。5時からです。はい、まだね、学生は残って練習したりしてる、そう、 うん、あの子もいてると思うんですけれども、はい、あのこのように日常の生活とか、やっぱり美容学生の魅力とか、ね、あとはやっぱりあのいろんな職業が美容業界ありますので、そのやりがいとか、うんうんうん、本当に学校って楽しいのっていうところをぜひ、うんうん、あの伝えられたらなと思っております。ね、そうですね、はい、いっぱい伝えていきましょう。もう、はい、穴吹コンテストだけじゃありませんからね。ありません。もうちなみに来週は、はい、今回コロナで、うんうん、あのあれなんですよ、ちょっとあの一般の方をあの受け入れることがちょっと難しいんですが、うんうんうん、結構人気なんですけれども、サロンワーク実習、うん、こちらをですね、トータルエステティック学科とビューティーコーディネーター学科の2年生が、はい、行います、うん、はい、本当にあのコロナがね、落ち着いたら、うんうん、一般の方にぜひぜひまた、そうですね、はい、ご来校いただきたいんですけれども、はい、今回はちょっと、そうですね、
はい、うちうちだけで私、はい、モデルするんですよ、はい、こういった先生方と協力して対応するんで、はい、ね、もうよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、え、もう一度この発信のタイトルは穴吹ビューティーカレッジ、はい、口コミチャンネ ル, チャンネルということなんで、ぜひぜひ、はい、また来週木曜日、そうですね、はい、お会いいたしましょう。はい、お会いいたしましょう。はい、ではまたね。はい、ありがとうございました。はい、はい。